ガートルード・ベル、ガートルード・マーガレット・ロージ・アンウェル、1868年7月14日から1926年7月12日は、イラク王国建国の立役者的役割を果たし、砂漠の女王の異名を取った、イギリスの考古学者、ノボルケ、気候作家、情報員。ガートルード・ベルはイングランド北東部ダラムの裕福な家庭に生を受け、 わずか3歳の時に母を亡くしたが、頭脳名跡だった彼女は、オックスフォード大学レディー、マーガレットホールで現代、当時のメインストリーム的教養に属するラテン語や、ギリシャ語を専攻できるのは男性に限られていたを学び、若干20歳で、最優等の成績を収め卒業する。ビクトリア朝時代のイギリスでは、女性の大学進学は、ごく稀であり、ベールは、 社交界にデビューはしたものの高学歴が災いして、煙たがられ、3年経っても求婚者一人、現れなかったという。やがて社交界に見切りをつけたベルは1892年、ペル社公使として、テヘランに赴任していた叔父を頼り道地に旅立ち、公使会員の一人と交際するようになるも、翌年には、交際相手が急世してしまう。恋人の救世で空いた心の隙間を満たすためか、 彼女は旅と登山に疲れるようになる。1894年、初のエッセー集、ペルシャの情景を観光。その後二度にわたって、世界一周旅行を行い、旅行中の1899年と1903年には、日本にも立ち寄っている。後に、著書、シリア縦断機構レベルは、シリア訪問時戦われていた、日露戦争について、 シリアの各地で質問攻めにされたと記述している。初の日本訪問の同年、アラビア語を学ぶためエルサレムに長期滞在する傍ら、案内人を連れシリアやヨルダンを馬で巡り、砂漠に魅了された。また、アルプス登山を繰り返し、1900年には当時未踏だったエッドゥルーズ山地の第五法を征服、同法はガートルードボンという故障を現在に伝えている。登山と、 同時並行で考古学を学び、1905年、シリアを経てユーフラテス川を巡る旅に出る。翌年から考古学雑誌にベルの気候文が掲載され始めるようになり、1907年には彼女の連載がシリア縦断気候として炭行本化され。その後も彼女の砂漠巡りは続き、1911年にはメソポタミアとシリアへ旅行した。 シリアの旅の時に彼女の案内人を務めたのが後のアラビアのロレンスこと T. ロレンスでベールとロレンスはこの時初めて出会った。1914年にはアラビア半島奥地へと旅立つが旅定半ばにして第一次世界大戦が勃発、オスマン帝国の参戦によりベルは帰国を余儀なくされ赤十字に勤務、西部戦線に身を置くことになる。 1915年11月に彼女は新設されたイギリスの外務省管轄下のの回路に置かれた情報機関の情報員として招集を受け、オスマン帝国に対するアラブ反乱に達せつわる。T.E. ローレンスはすでに党の戦闘に参加していたが、1916年10月にアラブ局へ招集を受けて、ガートル・ドベルと再会し、赤羽港やヒジャーズ巡礼鉄道線などへのゲリラ。 工作、ベルはバスラに上陸を果たしたイギリス軍と共に、メソポタミアの地からオスマン帝国を一掃する作戦の援護に携わる。現地からロンドンに送られた彼女の報告の内容は、細密な分析を極め、時にはイギリスの政策の批判にまで及んでいる。イギリス軍のバグダード占領後、占領軍の一員としてベルは行政に携わり、アラブ人の陳情を多く受けた後、 ロレンスと共にパリ講和会議に参加、アラブ人への公約を果たすべく尽力を重ねるが、実らなかった。すでに1917年英仏間でサイクスピコ協定が締結されており、列強間の利害の前に、中東の地はイギリスとフランスの委任統治領として分割が決まった。この間、1918年には、小アジア、シリア、アラビア、 ユーフラテスの探検に功績があったとして、王立地理学会から、金メダルを贈られた。ベルのイラク統治政策の基本理念は、イラク統治ではシーアハウ登用しないというものだった。この理念は、バグダードのスンナ派のある部族のナシーブ、メ家カの長をベルが尋ね、イラクの統治についての意向を探った時のナシーブの長の意見を踏襲したものである。しかし、 イラクの人口の5割を超えるシーア派の排除は、その後のイラクに大きな負の遺産を残すことになる。バグダード陥落後、イギリスは主任政務官、パーシー・コックス、弁務官代理、ウィルソンを派遣した。この二人がメソポタミアの地を治めることになるが、部族や軍閥間の主導権争いに翻弄され、何ら有効な対策を打つこともできなかった。ベルは、 弁務官担当と法書記という地位にあった。この時の同僚に、後のサウジアラビア王室顧問のジョン・フィルビーがおり、ベルはフィルビーを高く評価している。1920年6月、ナジャフでスンナ派とシーア派が手を携え、繁栄暴動が勃発する。きっかけは前年イギリスがペルシャと同国への借款と、引き換えにペルシャの軍事権をイギリスが握るという内容の協定を結び、 これに、ナジャフが危機感を募らせたことである。弁務官代理ウィルソンは、秋までに暴動を鎮圧したもののイギリスは、民政移管を考慮せざるを得なくなり、ペルシャ公使に転任していた全政務官コックスを、高等弁務官として、バグダードに呼び戻すことなる。そして11月、スンナ派主導のアラブ人暫定内閣が発足、民政移管の準備に入った。 1921年3月21日、カイロでイギリスの陸将チャーチルの主催により、イラクの今後の統治について検討する会議が持たれた。この会議ではベルはフランスによって、ダマスカスを追放されていたハイサルをイラクの国王に据え、高等弁務官以下イギリス人で構成される国家評議会を廃止、アラブ人の手になる仮政府を樹立させ、民政に移管するという案を持ち出した。 第一次大戦中、ファイサルの父で、真っ赤の大衆ハーシム家、預言者、ムハンマドの後裔と称していたノフサインは、パレチナにおいて、英仏軍と共に戦い、大戦後は、論功交渉として、シリアパレスチナヒジャーズの王となることが英仏により、保障されていた。いわゆる、フセインマクマホン協定だが、戦後のアラブにおける、英仏の勢力権を確定した、前室の、 サイクスピコ協定の内容と明らかに矛盾しており、この英仏の三枚絶外交は現在に至るまで尾を引いている。サイクスピコ協定の内容を知らないまま、ファイサルは有約シリア国王に即位したもののフランスは、これを認めず、追放の浮き目を見ていた。チャーチルもベルの案に賛同、本国にベルの案を打電した。統治形態についてはまとまったものの、 イラクの領土確定問題に議題が移った途端に紛糾した。クルド人、スンナパの北部、アラブ人、スンナパの中部、アラブ人、シーアパの南部、それにペルシャ人、ユダヤ人、キリスト教徒などの地域が複雑に入り組んでいる地域の国境をどう確定するか。ベルは上記の三つの地域で一国を構成されるべきという持論を曲げなかった。 この会議に同席していたロレンスは、クルド人地域のミトルコへのバッファーツオンとして、イギリスが直接統治を続けべきという意見を出した。しかしベルはこれに耳を貸さず、ここにイラクの領土は確定された。ベルはロレンスより20歳も年長で、自分のアラブ情勢関与のキャリアはロレンスなどとは、比較にいらないと自負していたようだ。ベルは、ロレンスのペダンティスト的気質を煙たがっていたという、 側面も研究者の間では指摘されている。しかし結果的にはロレンスが抱いた器具は正しかった。そして、ハーシム家の次男で、ファイサルの兄にあたるアブドゥッターは、ヨルダン国王に敗され、現在のヨルダン王室へと続くことになる。パレスチナについては、イギリスの3枚目の下こと、バルフォア宣言との絡みで結論は、先送りされ、この問題は、イギリスの頭痛の種となる。 以上のようなイラク建国の経緯からイラクは列強の利害とベルの地政学的見解がリンクした結果。この年の6月、ファイサルはイラクに入り、そのわずか2ヶ月後にイラク国王として即位した。さらにその2年後には、イラク南部とアラビア半島の国境線確定に一区切りをつけた弁務官コックスがバダードを去る。 イラクの完全な独立はさらに9年後の1932年のことである。ベルは民生遺憾後もバグダードに残り、再び考古学に熱中する日々を送る中、小さな博物館を設け出土品の収蔵を試みる。この博物館が後に、イラク国立博物館に発展することになる。1926年の夏、バグダードで致死量の睡眠薬を服用して死去した。 自殺か事故かは分かっていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。